では再開していきます。グラビティテイズ2実況プレイやっていきたいと思います。ワホイブッチです。前回、ミッションのエピソード10ですね、クリアをしたところです。メシアもメッセージもなくということで、キテンとクロウと、いろいろのね、いろんな人との協力を得て、総督府をね、殴り込みし、ビスマリア要塞をね、攻略したというか。権力者たちをね、フルボッコにしてやったと。で、無事ね、この11で、なんかちょっと話が新しいものが始まりそうだったので、今回からサイドミッションをちょっとこなせるやつをやっていこうと思います。で、現在チャレンジミッションは全て終わらせ、この青いところマンホールなんですけど、マンホールをひとまず一旦全部解放しました。ここが、レイコルモスナが5個、アパラジェオガナが1個、レイエルゴーナが1個、ここが、レイハビーナが3個。これら全部、今、終わらせましたので、今回からね、このワープホールを使って、もうバンバン移動に活用していこうと思いますよ。結構ね、この、なんて言うんだろう。街の中の移動はまだいいんだけど、街の中の移動じゃなくてね、こう、なんて言うの、土地をさ、この街？街の移動は結構大変でさ、この、ここからレイコルモスナガからレイハビーナまでの移動とかが結構大変なので、これ結構、だいぶ、簡略化されて、俺の作業効率が上がる。そして人が飛んでった。行っちゃった。ということで、サイドミッション。まず最初のミッションですね。行きましょう。なんだっけ。私を嵐に連れてって、初めて行きましょう。これはすでに過ぎ去った時間の記憶。今より過去の私が体験した出来事。やっぱり、こういう形になってるっぽいんだよね。サイドミッションは。ほら。よう、キテン、今から採掘調査に行かねえか？その、俺と一緒に2人でよ。え？いいけど採掘調査って何？大勢で採掘作業を行う前に、採掘量の見込みとかよ、事前に調べておくんだ。あーね。普段は、クロムシが危ねえから、腕自慢の奴らと組んでいくんだけどよ。お前がいればその辺は安心だし、人手も減らせるしよ。なるほど、いいよ。行こう。2人だけなら気楽だしね。おう、じゃあ早速出発しようぜ。って。あ、まだあれだね。みんなが、なんだっけ、みんな、こう、こうなんつうの、街にたどり着く前か。オプションでスキップする。スキップする。あ、採掘までの移動をスキップしてくれるんだ。ああ、実はこういう風に2人で調査に来てたよっていうことか。少人数で調査できれば集落の負担も減る。大丈夫、大丈夫、やれるって。ね、やれるやれる、いけるいける。うん、さてと、採掘調査ってまず何をするの？基本的には採掘と同じだ。鉱物があるところまで移動して鉱物の成分を調べる。まずは鉱物がある島まで運んでくれればいい。はい。行くぞー。ミザイを16クロブし採掘エリアへ向かえ。普通にいるんだけどね、ビー。よし！クロムシがいる。いい感じにクロムシを倒して数を減らしてくれねえか。その後に俺を鉱物の近くで降ろしてくれ。間違ってもクロムシがいるところどもにいるのよ大丈夫だよ。もし落としちゃったとしてもすぐ迎えに行くから頼むぜ。え、待って、俺さ、まずあれしようとしたんだけど、お前、おい、よし、お前行ってこいってやろうとしたんだけどなほら、行ってこいって。そこで待ってて、ミザイどこ行った？あ、しまった、ミザイ落としちゃった。まあいいよ。あ、ダメだダメ。ミザイを下ろす安全な場所を見つけないとあげなーい。もう持ってればいいんじゃない？はい。で、ちなみにこれ使える？あ、使えるね。はい、はい。クロムシだ、助けてくれ。ちょっと待って。え？ミザイどこ行った？あ、いるよね、ミザイ。大丈夫だよね。よしよしよし。あ、待った。ちょっと待って。パワーアップしよう。サイドミッションひたすらクリアしたんで4300まで溜まってます。で、ボルテックス、チャージボルテックス、スロー強化。重力クラブガンガン上げていくわ。何これ、実弾、ん、実体弾リフレクト。範囲内に入った実体弾を重力で投げ返す。え、強くね。で、
重力スロー強化。比べしたものの投げた時の速度が上がり飛距離が伸びる。あ、いいね。より遠くまで届く。同時クラブ数アップ4つ。クラブはまだ無理か。で、スペシャルアタックはまだいいんじゃない？重力キック。重力キック。あ、なにこれ？エスケープ追加って書いてある。ワームホールキックによる連続攻撃中に罰で敵から離れる。へえ、こんなのあるんだ。1700。ちょっと遠い。格闘。四角と罰でドロップ攻撃が出る。面白そう。四角と罰。四角と罰。え、サマーソルトの逆版みたいな。かかと落としじゃねえかよ。これか。ドロップニードル。で、アンチェーンの方が、あ、これだ。ドロップキック。ドロップハンマーだって。これ強いのかな。ちょっとやってみよう。4つ持てるっていいね。あ、しかもより届く。遠い位置まで届く。ほんと強い。ちょっと待って、この辺のアイテム取らせて。あ、でもいいや。いや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 、土星ミザイ連れてったらなんかなるだろう。ミザイ、ミザイを持ち上げて。いくぞー、ミザイ。はい。あ、壊しちゃった。壊しちゃったね。はぁ、偉い目にあったぜ。でもやっぱりお前がいると移動も楽だしよ。クロムシも怖くねえな。重力使いにお任せあれ。それじゃあ俺は今から鉱物、成分を摂取するからお前も手伝ってくれ。うん、いつものように採掘すればいいんだよね。オッケー。怖そう。おい、邪魔すんなよ。おい、ごめんなさい。これ、一撃で壊したりしない。あ、これ一撃で壊せるじゃん。あ、ちょ。オッケー。あ、これ一撃で壊せる。すげえ。うん、まあ、キックも、キックは2回くらい蹴らないといけないからな。はい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 。あ、硬いやつはちょっと硬いな。あと何個？あと5個？これで終わりかな？あそこにもある。よーし。ノルマ達成。サイドミッションクリアすると報酬もらえたりしないかな。あ、四角だよね。終わったよ。お、早いな。じゃあ次はあの島だ。次も猿だけどこんなに採掘しちゃっていいの？ああ、心配するな。鉱物は次に来る頃には復活してるから大丈夫だ。そうなんだ。さすがバンガの採掘を。あ、飯の種なんだから、それくらい知ってるだろ。ほら、さっさと次の島へ連れてけ。はーい、わかりました。バンガの採掘を収む。あ、勝手に復活するんだ。じゃあいいね。これさ、一回取ったらさ、もう二度と復活しないとかだったらもうね、資源としてやばいけど。でもさ、それあと時間経てば復活するってことはさ、ほぼほぼ永久的に取れるっていうやつだよね。そこで待ってて。オッケー。ノルマ達成。ちょっと待って。落ちる。どっちが上だ？これどっちが上だ？よし、これでオッケー。次に行こう。次どこ？次のエリアはどっち？うん。まあ、淡々と取るだけか。はい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 。この島にはクロムシがいない。おお、そうなの？はい、下ろして。クロムシが一匹もいないなんて珍しいな。ん？調査が楽だし静かでいいんじゃない？まあな。ところでよ、お前いつまでバンガにいるつもりだ？何、いきなり出てけってこと？バカ、そういうんじゃなくてよ。このままお前がバンガにいてくれたらすげえ助かるってことだ。あと、信じがてんだか、どうもお前のことを気に。あ、お前が何？よく聞こえなかった。なんでもね、やっぱ気のせいだ。だから何なの？話を途中で止められた気になるんだけど。さあ、さっさとあっちの島で採掘してこいよ。あっちの島？ちょっと離れすぎてない？一人、ミザイ一人でも大丈夫？お前が近くにいると、計測機器に乱れが出るんだよ。え？そうなの？だからあっちに行っててくれ。それなら仕方ないけどさ。これは仕方ないけど。あっちの島なら離れててちょうどいいかな。行くぜー。
計測値が乱れるならしょうがない。本当に本当に大丈夫？あ、こっちは黒虫だらけよ。採掘しろって言われてんだけど。ひたすら採掘するんやで。あちゃ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 あ。なんかね、丸と三角のね、同情心には慣れてるんだよ。丸と三角の同情心には慣れたら、バツと四角の同情心ってなかなかしなくない？痛い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 。なんか丸と三角はさ、なんか、たまにやるけどさ。あと、うん。三角と四角もちょっとなかなかやらないかな。三角と四角って同情視するのきつくない？親指の形的にそれきついよね。リモコンの持ち方と親指の位置的にさ、三角と丸はまだわかるんだよ。バツと四角もまだわかる。だけどこれさ、逆に丸とバツもやら、丸とバツもまだいけるな。三角と四角はきつくない？しないけどね、このゲーム。三角と四角の同情視はないけど。兄さんの機嫌は治ったかなあ。機嫌が悪いって思ってたんだ。うわー、で、出た。兄さんの声何があったんだ、急ごう。あ、出てるじゃん、黒虫。だから言ったのに。え、あ、違うよ。壁めり込んだぜ。やばい、兄さん大ピンチ。黒虫があんなにどこかに隠れてたのね。兄さんすぐ倒すから隠れてて。わかった、頼むぜ。おお、そこは信用してくれてる。はい、はい。あ、ちょいちょいちょい。ミザイを持っちゃダメなんだって。クロムシだ、助けてくれ。あれ？重力クラブで、掴めない。マジか。あ、マジで？なんか、重力クラブがない。蹴っ飛ばした。よし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 。よし、溜まった。じゃあ、こっちになって、これを撃とう。物が近くにあれば強くなるらしい。でもとりあえずこれで一掃できるかな。なんか周りも壊してくれると嬉しいんだが。あー、もう、あー、いっぱい出てきた。そして体力がやばい。体力がマジでやばい。あぶない。あ、やばい、これやられたんじゃない。あ、やばい。どっからだ。はい、戻りました。ちょっとね、ちょっとダメージ食らいすぎちゃった。よいしょ。これなかなかいいんじゃない。これなかなかいい。あとこっちだ。アンチェインだ。アンチェインじゃねえや。アンチェーンだ、アンチェーン。てか体力回復あるし。オッケー。あ、オッケー。取っちゃった、取っちゃった。まあいいや。もう一個ある。体力回復。よいしょ。結構あるね。スロー。スローイン、スローイン。これ持って、あ、いや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 。あれ？なんか防御体制になってる。何こいつ？あとどこだ？あ、あった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 。はいはい。はいはいと。これで OK かな？これ全部じゃない？この辺にもう一個出てきたっけ？そういえば。あ、出てきた出てきた。スローウィングうれうれうれ。この辺を投げまくれ。いいねいいね。物があるとやっぱ強いよ。いや、いいねいいね。多段ヒットしてる。いや、同時に持てるの4つやっぱ強いわ。やっぱ強いわ。このルーン状態。ルーン状態じゃねえや。このさ、靴とかつけてる状態。なんて言うんだっけ？ムーンウォークじゃなくて、ムーンチャーン？ルーンチェーンだっけ？ミサイごめんね。駆けつるけるのが遅れちゃって。いや、俺も考えなしだった。悪かった。しかしやっぱすげえよ。黒虫の大群相手に、お前ほんと強えよ。ありがとう。あのさ、いきなり話を蒸し返すけど、私いつかはバンガを離れると思う。離れ離れになった友達を探して、元にいた町、ヘキサビルへ戻る方法も探さないと。わかってる。そんな気はしてたさ。それとミザイ他にも何か言いかけてたよね。な、なんだっけな、忘れちまったよ。それよりさっさと片付けて帰ろうぜ。
まあヘキサビルにも帰るんだろうけど、そもそも自分の記憶が今ないからね。ヘキサビルのよりも前の、ワンの前の話がないからね。それもいつかは思い出さないとね。思い出す必要あるのかっていうと怪しいけど。ただいま帰りました。採掘調査が終わってよ。ん？あれ？お帰りなさい。リザは出かけてるよ。シシ、調査報告書置いとくから、リザが戻ったら渡してくれ。わかった。二人ともお伝えか、お疲れ様でした。あの夜来たの？今日はいろいろ、今回はいろいろとありがとうよ。なんかよ、お前に礼をしてんだけど、やっぱ飯かな。お、なんか怒ってくれるの？やったー。おーい、俺のへそくりからな。おー、じゃあ先に水浴びしようと、採掘庫で汗かいてし。あ、ちょっと待ってよ。あのな、やっぱお前に言っておきたいことが。さっき急いでたのは、その俺はお前が、そのなんていうか嫌いじゃないというか、その反対というか、だからよ、また採掘行こうぜって。いつでも構わねえからな、やる気がある時に家でも声かけてくれればいいし。水浴び、来てもう水浴び行ったよって。はぁ、あ、ごめんね、私邪魔だったよね、水浴びは来てんが。シシ、おめえにも飯をおごる、だから黙ってろな。おお、わかった、水浴び。このようにして過去の私が体験した出来事はその幕を閉じたのだった。あ、なるほどね。なんかこんな感じで過去の自分に会うんだね。あ、会うっていうか会いに行ったんだろう。あのさ、前回のさ、さあの最下層の街、あんな感じで体験ができるんだね。よし、これでクリアだね。完了。何もらえる？なんかもらえる？あ、なんかもらえるわけではないのか。いや、でも、あ、サイドミッション増えてるわ。めっちゃ増えてるわ。じゃあ次。夢見る天使のなんとか。人形？こういうのはやっぱり話しかけときたいからね。人民集会。多分もうすぐだよね、人民集会って。そうじゃの、リーザ様には留守を頼むと言われたが、人民集会、それってどこでやるの？あ、来たの、レイハビーナのね、円形劇場だよ。リザが議長でね、バゴとフィーが立ち会いするって言ってたよ。これからのジルガ・パララオを話し合うんだって。おー、行ってみたいね。そうじゃの、ではリザ様の勇姿を見てきてくれんかの。あのね、来たの、リザに会えたら頑張ってって伝えてと。うん、いい話しないといいよね。そうだね。うん。ということで、俺はサブミッションをこなす。別になんかもらえてる？もらえてはいないね。で、次。夢見る天使人形。これは過去すでに過ぎ去った瞬間の記憶。今よりも過去の私が体験した出来事。あ、もうこういう感じなんだ、全部。なんか言葉で表しにくい天使の人形が出てきた。アンジュ、アンジェ、お前はいいね、白い羽があって。私には何にもないよ。特別なものなんかない。弱虫で役立たずで。シシー、人形相手に独り言言ってる。シシー、何してるの？お仕事？あ、リザからお昼小屋の掃除をするように言われて、手伝おうか？いや、大丈夫。一人でやらなくちゃ。私の仕事だから。そっか、そうか。それはそうだね。ん？で、扉開けっぱなし！え？ほら、一羽逃げた。あー、ガーガーが逃げた。ガーガーが逃げたぞ。待って、逃げちゃダメ。で、あれだろ？ダメー！おい、おい、おい、アヒル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 。よし、捕まえた。危ねえ。お前、人身、お前、自殺願望が、ね？どうしてそんな軽く命を捨てる？残りのアヒルも全部逃げちゃったの？キトゥンが飛び降りて私びっくりして、その間にアヒルが逃げて、それにアヒルが天使の人形を加えていっちゃった。天使の人形を大事にしてたのに。もう分かったから、アヒルも全部捕まえてくるし、お人形も探してくる。ここで待ってて。ありがとうと。アヒルの捕獲。逃げたアヒルは全部で6羽。集落の中をくまなく探してみましょう。鳴き声が聞こえたらよく周辺を探しましょう。きっと近くにいるはずです。アヒルは接触することで捕獲できる。あー、なるほど。え？マジで？くまなく探す感じ？え？ガーガーどこ行った？ガーガー。ガーガーどこ行った？ガーガー。くまなく探せ。え？この辺にいないのかな？あ、いた！一匹いた。いたぞ。ほれい、捕まえた。あ、どうしよう。
俺さ今どういう状況かっていうとね、私の今あの実況の環境の話を言うと、テレビにゲームの画面出してるんですよ。テレビにゲームの画面と音は出してるんですよ。で、デスクトップのパソコンなんで、デスクトップのモニターに OBS の画面配信してるんですよね。で、音と映像は、映像は両方出してるんですけど、デスクトップの方音止めてるんですよ。かぶっちゃうんで。で、テレビの音はマイクに入らないようにしてるんですよね。だから、テレビの方から音は聞こえてくるんだけど、実際見てる OBS の画面からは音聞こえてこないから、ガーガー言ってるのかどこかわかんないんだよね。ちょっと収録環境的に言うとそんな感じなんだよ。でテレビ2台両方にゲームの画面出してるんだけど、1台は1個も見てないっていう。でこのテレビ切っちゃうと使っているなんて言った？キャプチャーボードがキャプチャーボードの関係で消えちゃうんだよね。 OBS 上の表記がなくなっちゃうんですよね。だからね、画面2つとも表記させとかないといけないんですよ。ちょっとね、そんな変な環境で収録をしております。ないね、アヒル。あ、いた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 。てか、キタンがあれだね。あ、なんか近くにいるかもって言ってくれるね。それならええんやで。てか、なんか、何気にさ、白いアヒルが分かりやすい。見やすい見やすい。なんか豚いない？豚いる、豚いる。ほら。豚いるって、ほら。この辺にいないかなって言ってたから、いるんじゃない？もうガーガー聞こえるもん。これ犬だよ。あ、いた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 、ほら。なんか、普通にいるやん。集落から出てるってことあり得る？あ、今何か聞こえた？え、どこ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 ？今何か聞こえた？持ち上げてみる？ちょ、邪魔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 。あー、どこだろう？今何か聞こえたって言ってたんだけどな。あ、いた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 。あぶね、こんなところにいるの、お前。お前、頑張ったな。あともう一匹。こういうのってさ、何気にさ、こっちまで来てたりしない？アヒルを探さなくっちゃ。あ、集落から出てない感じか。上からも探してみるか。あと行ってないのどこだろう。この辺いない？いきなり落っこってきたら怖えわな。掃除してる。おー、どこだろう。アヒル見た人、どこにいるかなー。どこだろう。あれ、そもそも俺最初どっから来た？こういう時にこうやってジャンプしていった方が楽なんじゃね？うん、この方が楽だよね。移動は、重力使うとちょっと大変なところは、これで行った方が楽かもしんない。おー、いないね。この辺もいないか。あれは捕まえたアヒルの声だもんな。え、でもさ、待って、道から外れてる可能性もあるんだよね、十分。リザの家とかにいないかな。え、どこ行ったんだ、マジで、もう一匹。ガーグワーが聞こえない、ガーガーが。あっちかな。全然見つからないや。獅子に聞いたら何か分かったりするかな。あ、そういうこと？ぴょーん。これ便利だね。重力使わなくても便利な時は便利だわ。で、アンチーンもやってと。あのね、シシ、アヒルがなかなか見つからないの。どの子がどこにいそうなのか大体わかるかも。あ、そうなの？うん。明かりが好きな子は、なんていうんだこれ。単焦灯かな？周りにいる。単刀症って何？担当症ってどこ？え、どこそれ？明かりが好きな子。どこかにそのライト的なのがあるんだよね。照明？
これ？これは違うよね。これ探索機だもんね。あー、どこだろう。あ、これかな。なんか、あ、いた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 。はい。これ、こいつだ、こいつだ。よし、この子で全部。あ、獅子の天使人形。人形を加えて逃げたアヒルってこいつだったんだ。なるほど。獅子、最後のアヒル見つけたよ。それとこれ。人形、ありがとう、キトゥーン。それとごめんなさい。どうしたの？なんで謝るの？私、いつもこうなの。いつもうまくできなくて、周りに迷惑かけて。困ってる時は助け合うのが当たり前だし、アヒルは全部捕まえたし、人形も取り戻したし、もう悩む必要ないよね。その人形を大事にしてるんでしょ。このお人形ね、私がバンガに流れ着いた時持っていたものらしいの。私、バンガに流れ着く前の記憶が何もないから、このお人形だけが本当の私を知っているような、そんな気がしてね。本当の私か、私も自分のこと何もわからないんだよね、って何も知らないんだよね。はい、暗い顔は終わり、シシーはシシーだよ、ほら笑って。そうだね。このようにして過去の私が、結構サイドミッション一個一個がさ、短いんだけど、時間にすると10分くらいあるから長いんだよな。ちょっと何言ってるか分かんねえな。はい、夢見える人形完了。これで体力とかさ、重力エナジーとかのやつ上がってくれると嬉しいな。強化してくれると嬉しいんだが。はい。で、次。次行こう。あ、ていうか、ちょっと待って。これか、喜びの機械。ということで、もうちょっと30分ぐらい経ってるので、今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。また次回のパートでお会いしましょう。よければチャンネル登録、高評価もお願いします。バイバイ。